今回は箱根芦ノ湖に来ています。芦ノ湖を運航する船について今回はクローズアップしていきたいと思います。箱根芦ノ湖には小田急グループが運営している箱根観光船、通称海賊船と西武グループの伊豆箱根鉄道グループが運営している芦ノ湖遊覧船の2つの観光船が運航しています。なぜ同じ芦ノ湖で会社の違う2つの船が同じような航路で運航されているのかは、以前挙げた箱根山戦争という動画がありますので、もしよかったらそちらもご覧ください。今回はこの2つの船の違いと特徴、どっちに乗るのがいいのか見ていきたいと思います。ではそれぞれの違いを見ていきましょう。まずは寄港する場所が違います。箱根海賊船は箱根町港、元箱根港、桃源台の3カ所、芦ノ湖遊覧船は箱根町港にほど近い箱根関所跡港、元箱根港、箱根園、小尻の4カ所。海賊船と遊覧船の寄港の大きな違いは、芦ノ湖の中ほどにある箱根園に泊まるかどうかなのですが、箱根園には水族館、植物園、動物ランド、駒ヶ岳に上がるためのロープウェイ、水陸両用車の乗り場など遊ぶための大きなレジャースポットがある場所です。芦ノ湖遊覧船はここに寄港するのが大きなメリットとなります。しかしこの遊覧船にはデメリットもあります。それは小尻というちょっと不便な場所に泊まってしまうということです。なぜ小尻が不便なのか、地図を見て確認してみたいと思います。箱根ゴールデンコースのうちの一つ、箱根ロープウェイの停車駅、桃源台駅から少々離れているということです。歩いても大した距離ではないものの、桃源台の駅からは徒歩10分ほどかかってしまいます。そしてもう一つ、残念ながら箱根登山船や箱根ロープウェイなどで使える箱根フリーパスが使えないということです。ですが遊覧船の1日乗り放題の乗船券や遊覧船と各観光施設とのセット券、そして箱根旅助けという小田原、熱海、湯河原の指定区間内での伊豆箱根バスを2日間乗り降り自由に使える上、箱根駒ヶ岳ロープウェイ、箱根十国峠ケーブルカー、箱根芦ノ湖遊覧船、箱根園水族館が箱根旅助けの料金に含まれており、とてもお得なチケットの販売があります。ここで箱根旅助けを使ったルートで箱根を楽しみたい方のためのゴールデンコースとは違うもう一つのモデルコースを軽くですがご紹介。まずスタートは小田原や箱根湯本ではなく熱海駅をスタートします。熱海駅からバスに乗り十国峠へ。十国峠でケーブルカーに乗り頂上へ行くことができます。頂上へ行くと伊豆、相模湾、駿河湾、そしてスカイツリーなども天気によっては見ることができます。十国峠から関所跡に行き、そこから芦ノ湖遊覧船で元箱根へ。箱根神社を参拝した後にまた遊覧船に乗り箱根園へ。箱根園では水族館などを楽しみ、その後駒ヶ岳ロープウェイで頂上に登り、天気にもよりますが頂上の神社でこうした幻想的な姿も見ることができます。箱根園に戻ってからは小尻に行くか、またはバスに乗り小田原へ行くか、これが箱根を回るもう一つの2のコースです。このコースすべて箱根旅助けで回ることができます。さて続きましては海賊船です。海賊船は寄港する場所が3カ所で、箱根ゴールデンコースのうちの一つにもなっていることから箱根フリーパスは使用できますし、桃源台では箱根ロープウェイにも接続しています。ただし箱根海賊船は箱根の一大レジャースポットである箱根園には寄港しません。箱根の定番観光コースゴールデンコースは小田急線エリアから箱根フリーパスを使い、ロマンスカーに乗って箱根湯本駅へ、箱根湯本からは箱根登山船に乗って強羅へ、強羅からケーブルカーで早雲山、早雲山からは大涌谷を経由し桃源台へ、
そして桃源台から海賊船に乗り、箱根町、元箱根方面へ行き、バスで箱根湯本、小田原へと帰ってくるコースで、コースの特徴としてはロマンスカー、登山鉄道、ケーブルカー、ロープウェイ、船といった多様な乗り物に乗ることができる、移動だけでも楽しめるコースです。ゴールデンコースの詳細は別の動画を上げていますので、よかったら見てみてください。船の違いはどうなのか。海賊船も遊覧船も形は全然違いますが、定員に大きな違いはありません。西武グループが運営している遊覧船、船の形はよく観光地で見かける実にシンプルな観光船で、こちらは双胴船を使っております。2つの船体を甲板でつなぎ、客室を広く取り、安定した乗り心地なのが特徴です。シンプルな構造上、オブジェなどがないため、窓やデッキからの景色が見やすく、風景写真など撮影に向いている船と言えます。乗客は少なめなので、ゆっくり落ち着いた時間を過ごせるのもまた特徴です。反対に海賊船は、船自体が海賊船というテーマを持っているので、船の各所には大砲や宝箱などのオブジェが置いてあり、アトラクション要素が強いのが特徴です。そして3隻運航している船のうち、このクイーン芦ノ湖には九州新幹線や七つ星 in 九州、ソニックといった鉄道車両や、埼玉スーパーアリーナ、クイーンズスクエア横浜などのデザインを手掛けた工業デザイナーの水戸岡英二氏がデザインをしています。細部にわたり水戸岡ワールドが広がり、伝統工芸の箱根寄木細工や福岡県知事指定特産工芸品の大川久美子をモチーフにし、日本の伝統と西洋の装飾品などが見事に調和しています。他の2隻ロワイヤル、ビクトリーとは違い、従来の船にあった大砲のオブジェを取り外し、女王陛下の宮殿のような感じと位置づけ、海賊船というより豪華客船をイメージした船になっています。2つの船いかがでしたでしょうか。箱根の観光プランを練る際にご参考になればと思います。遊覧船は箱根旅助けを購入し、箱根や富士山などの景色を静かに純粋に楽しみたい場合や、箱根神社、九頭龍神社を参拝した後に駒ヶ岳ロープウェイに乗って天空の社殿とも言われる箱根元積屋に行ったり、箱根園で楽しんだりする場合にとても便利な遊覧船です。海賊船は船自体がアトラクション性があり、子供がいる場合に喜ばれたりします。箱根フリーパスを利用できるので、小田急線の各駅からのアクセスがよく、箱根湯本からも各乗り物を継いで一貫して海賊船へ乗船することができます。さてどうでしたでしょうか。目的や観光プランに応じ船を選択したいですね。箱根は様々な観光スポットがあります。移動するだけでも楽しい箱根、まだまだ箱根の魅力がありますので、また紹介できたらと思います。
この動画を見て箱根へ行ってみたくなったという方がいらっしゃったら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、良いご旅行を。